いらっしゃるんですよ。おお、先生ありがとうございます。いろんな方ありがとうですし、恵比寿橋でございます。恵比寿橋、一体何で有名かと言いますと、人が川へ飛び込むことで有名な橋でございます。そう、阪神が優勝したらファンが飛び込むと言われているこちら恵比寿橋でございます。手組みがちょっと変わった形なんですね。恵比寿橋、こちら恵比寿橋の手組みはお好み焼きをひっくり返ったと思います。左手側、雪印の看板、メグミルクとちょっと変わりましたよ。こちらも有名な看板です。そして何よりもセンターグリコ、大きいことで有名です。その時当日ゲットランディ・バース選手いらっしゃったんですが、大阪の阪神さん、ありがとうございます。ケンタッキーのカーネルさん、カーネルさん